私は割合と日本が好きな方でですね、それは私が若い頃から、まあ外国にも非常に多く行ってたんですけれども、日本の以外の外国とですね、日本と比べますと、まあ、日本が最高と言えるかどうかは別にしましてですね、まあ大変にいい国であるということは間違いないんですね。まあ、日本人も非常に多くの欠点がありますが、それでもですね、まあ全体として見るならば、まあ、人格的にも悪くないかなと思うんですね。だけど、時々ですね、私もですね、なんだかがっかりして、もう日本人でいることが嫌だと思うことがあるんですね。この前、ある読者の方からもそういう感想をいただいてですね、私も時々そう思うなと思ったわけですね。まあ、最近の一番ひどいのがですね、丸川さんという女性の大臣が環境大臣の時ですね、被爆基準の1年1ミリシーベルトは何の根拠もないと、まあ、いうふうに発言をしたわけですよ。まあ、それに対して、その原発事故の時の当時の環境大臣の細野さんがですね、国際機関では一般人の通常被爆量は最小で年間1ミリシーベルトにするよう勧告してるじゃないかと言ったわけですね。それで丸川環境大臣が謝罪をして前言を取り消したという経緯がありました。またこの丸川さんというのは、自民党もあんまり人材がいないんでしょうかね。改造内閣では今度はオリンピック担当大臣かなんかになりましてね。そういう点ではなんか私はですね、この人の答弁なんか見てると政治家としての誠意がちょっと不足してるんじゃないかと思うんですが。連続して大臣に指名されるとこ見ると、まあ、見識があるのかなと思ったりもするんですね。ですけど、この話はですね、私が本当にがっかりしちゃった話なんですね。っていうのはですね、非常に簡単なんですよ。一般人の被爆限度はですね、どのくらいかっていうのはもちろんわからないんです。よろしいでしょうか。1年1ミリシーベルトと武田邦彦と言われておりますが、一般人の被爆限度は1年1ミリシーベルトと法令で決められてるんですが、日本の基準っていうか法令というかそういうのに決まってるんですが、科学的に言って被爆限度が何ミリシーベルトであるということは決められません。決められないんですよ。それには2つの理由があります。一つはですね、放射線っていうのはですね、浴びれば何がしかの障害が出るんですよ。まあ、体が人によって少し違うんですけれども、体の中に癌はもういつもできるんですね。それから遺伝子なんかも傷つきますから、放射線の被爆によって遺伝性疾患も出るんですよ。出るということは分かってるんですね。ですから、このくらいがいいっていうことを言おうとすると、それは0ミリシーベルト、被爆しない方がいいという基準しか作れないんですね。それは当たり前ですよね。あなたを傷つけていいんですかって。いや、それは傷つけたら困りますよっていうのは当然ですね。ですから、放射線の被曝をですよ、他人にさせるというのは、例えば東京電力が福島の人を被曝させるっていうのは、極端に言えば東京電力が刃物で福島の人を傷つけるわけですよ。それが注射くらいだったらいいとか、果物ナイフだったらいいとか、包丁じゃダメだとかっていうことの程度問題があるわけですけど、本来はもちろん、どんなものでも傷つけちゃいけないんですよ。だから、放射線被曝はどのくらいがいいんですかってのは、それはゼロなんですよ。自然放射線が、まあ日本の場合 1.5 ミリシーベルトくらいあるんですが、自然の放射線があろうとなかろうとですよ。放射線自体が人体に有害であるということに今のところ学問的になってるんですよ。ですから、自然放射線が 1.5 ミリシーベルトだとしますね、1年。それに人工的に原発から来る放射線が1ミリシーベルトですと、合計 2.5 ミリシーベルトになるじゃないですか。時々計算のできない人が、自然放射線が 1.5 で、人工的に原発から来るのが 1.0 だったら自然よりか少ないじゃないかって言うけど、少ない。そんな比較するもんじゃありません。足し算するもんですから、足し算ですからね。1.5 が安全か、2.5 が安全かって言ったら、もちろん 1.5 の方が安全なんですよ。だから被曝限度はゼロなんですよ、もともと。ところがここに2つの問題があります。1つは科学的な問題で、
1ミリシーベルト浴びると、どのくらいの人がどのくらい癌になるかとかいうことがはっきり分かってないってことなんです。一応10万人で、今5人ぐらいだろうというふうに言われてるわけで、これはだろうなんですね。科学的にはっきり分かんないんですよ。なんでかって言ったら10万人の人を被爆させて実験することができないんですよ。ネズミなんかではできるんですけども、ネズミと人間とかなり放射線に対する耐性が違いますからね。ネズミの結果をそのまま人間に当てはめるわけにもいかないんですよ。だから方法がないんですよね。方法がないものを正確に決めろったって無理で、一応日本ですと国立がんセンターが1ミリシーベルト1年間に浴びると10万人あたり5人ぐらいのがんの患者さんが出るというふうに推定してるだけですね。これが一つですね。根拠はないわけじゃないんですけど、あやふやなんですよ。もう一つは、もともと0ミリシーベルト、放射線被曝をさせるのが良くないのになんでさせていいのって言ったら、まあ原発もあるからしょうがないなっていう社会的約束ですから、学問的根拠だけでは決まらないんですね。だから、もともと、まず三つ言わなきゃいけない。もともと、被曝というのは人の体を傷つけることだから、本来はゼロである。まあまあ、決めるとしたら、1年1ミリシーベルトぐらいを自然放射線に足し合わせると 2.5 になるんで、そのぐらいならいいだろう。まあ、10万人に、まあ、5人ぐらいだったらいいだろうってなったと。そのいいだろうっていうのは社会的に決めただけで、別段その原子力発電所をやらなければゼロなんだから、まあそれのがいいっていう意見はもちろんあるんですね。それからもう一つこの丸川大臣と細野元大臣の議論で馬鹿らしいのはですね、国際機関が1年1ミリシーベルトって言ってるんじゃないっていうか、それが直接的に日本の規制になってんじゃないんですよ。もちろん国際機関が1年1ミリシーベルトをするということは大切なんですが、それに基づいて日本の審議会が1年1ミリシーベルトって決めてるんですよ。この審議会が1年1ミリシーベルトって決めたことによって、今度は大臣告示で1年1ミリシーベルトという数字が大臣告示で伝えられ、その告示に沿って原発とかそういうのが設計されてるわけですね。ですから、その日本の法令によってるんですよ。法令とか規則とか大臣告示というものによってるんですよ。全部。誰かが法律に書いてないって言うけど、書いてない法律もあるんです。なんで書いてないかって言うとですね。1年1ミリシーベルトと規制してもしょうがないんですよ。1年1ミリシーベルトっていうのは、被害を受ける方ですから。例えば交通事故を考えますね。道路に60キロって制限が書いてありますでしょ ?60 キロっていうのが問題じゃないんですよ。この道路で1年間に何人以下の犠牲者にするため、交通事故を減らすためには、具体的に言えば、この道路は60キロで走るとなってるんですね。で、60キロで走るのは具体的な規制なんですが、この60キロで走るという、以下にするという規制の基準の元になるのは交通事故数なんですね。ですから1年1ミリシーベルトってどういう数値かっていうと、10万人に癌が5人発生するという範囲でやると、1年1ミリシーベルトになるっていう。1年1ミリシーベルトっていうのは規制しても意味がないんですよ。だって被害者の方だから。だから加害者の方、電力会社の方としては、結局それはどうなるかっていうと、発電所協会で1年に 何レムだとか、何グレーだとか、そういう何ベクレルだとか、そういう実施側が守れる数値に直って、それが法令に書いてあるわけですよ。法令を実施者が守れば、つまり自動車が60キロの制限速度を守れば、交通事故はこのくらいになるというのと同じなんですね。この理屈もね、わからない。バカな、実は、東電の事故の時、党首もいたんです。政党の党首。僕その人と話してびっくりしたんですよ。え?この人その理屈もわかんないで、自動車の制限速度なんて理解してんのと思ったことがあるわけですね。それから丸川さんと細野さんの話はですね、外国の機関が規制してるって、あなた方大臣でしょ?そしたら国会で決めたり、審議会で決めたり、大臣告示を出したりしてること、つまり国際機関が最初に勧告してもですね、最終的には国の然るべき機関が決めているんだと。
いうぐらいの議論は大臣官でしてくれないとですね、その丸川さんっていうのがまた大臣になり、細野さんっていうのがもしかすると民進党の党首選に出ると、一体日本の政治ってどうなってんですかね。本当に考えられませんよ。